岐阜県道33号水波上谷萩線は、岐阜県水波市から、岐阜県江名市上谷萩町に至る県道である。岐阜県道33号水波上谷萩線、江名市山岡町へ下手向きにて、水波市東津町、小里の岐阜県道20号水波台、野瀬線交点は起点。しばらく、小里川右岸の谷底を通る。 県道20号と並行して、左岸の山沿いを南向きに上り、小里城大橋で、県道20号をオーバーパスして、東に向かう。江那市山岡町に入り、小里川ダム、折川湖の横を通過し、小里川沿いに進む。山岡駅前交差点で、国道363号と接続し、重複区間となり南に向かう。町に入り、町交差点で、 国道363号と分かれ、東南に向かう。江梨串原に入り、しばらくして江梨上谷萩町に入る。上村川の谷に出た江梨上谷萩町、漆原の国道257号交点が終点。なお、起点から山岡町、田代までは、小里川ダム建設に伴って付け替えられた区間である。また、市場町交差点から明智町東山町までは、 円滑な交通と歩行者の安全を目的としたバイパス新設に伴って付け替えられた区間である。国道363号との重複区間、江名市山岡町上田向け、山岡駅前交差点。ありがとうございます。